サンジを仲間に加えたルフィたちはメリー号と共に姿を消したナミを追って彼女の故郷ココヤシ村を訪れていた。かつて繊細孤児だったナミは元海兵の養母ベルメールによってこの村で大切に育てられた。しかし突然現れた魚人海賊団によって幸福な日常は一変する。魚人海賊団を率いるアーロンは村の人々に上納金を要求し、金を払えなかったベルメールを見せしめに殺害したのである。幼くして養母を失ったナミはアーロンと交わした1億ベリーで村を解放するという約束を信じ、魚人海賊団の測量士となった。村を救うため一人で戦うことを決意したナミ、以来海に出ては海賊たちから宝を奪い、ついに約束の1億ベリーが目前となるが、もう少しだよベルメールさん、もう少しで何もかも帰ってくる。ココヤシ村もみかん畑も私の夢も、長かったけど1億ベリーまで残りあと700万ベリー。今の私ならあと1回後悔すれば必ず手に入れられるはず。あとたった1回の後悔で全てが返ってくる、全て報われる、アーロンから解放されるんだベルメールさん。そしたら私やっと心の底から笑えそうな気がするよ。アーロン！おお、どうした我らが有能なる測量士よ。血相変えて、あんたが手を回した海軍が私のお金を奪いに来たわ。どういうことよ。お金の上の約束は死んでも守るんじゃなかったの？守るぜ。俺がいつ約束を破った？とぼけるな。お前が海軍に私の金を。俺が約束をいつ破った？言ってみろ。シャーク！ルフィ、何よ。何も知らないくせに。あん、知らねえ。あんたには関係ないから、島から出てけって言ったでしょ。ああ、言われた。ルフィ、助けて。当たり前だ。行くぞ。アーロンのところに行かねえと。同胞たちよ、くだらねえ人間どもに巨人がどれだけ優れた種族か教えてやれ。やつら水路を使って移動してんのか。これじゃ手が出せねえぞ。シャーハッハッハ。水中で呼吸もできねえと哀れな生き物だな。なんちゅう強さ。ナミはかわいそうだと思うし、力を貸してい気持ちは山々なんだが、死ぬのはちょっとパスだ。このままとんずらこかせて。みっともねえ。今ここで全力で戦わなかった俺に、あいつらと同じ船に乗る資格なんてあるはずねえ。男ウソップ、逃げるわけにはいかねえんだ。見てろよ、俺は戦うぞ。嘘じゃねえ、
本物の勇敢なる海の戦士になるために。もうのんびりと楽しいだけの海賊ごっこは終わったんだ。お、頼もしいな。実は向こうに水色の水を止めるスイッチがあるんだ。よし、俺が引き受けた。あいつ一人で大丈夫だよ。ナミか、何しに来た？あんた、殺しに。殺しに？シャーお前が俺を何度殺そうとした？結果俺を殺せたか？俺はこれからここにいるお前以外の人間を全員ぶち殺すことになるわけだ。お前がまた俺たちの仲間として海図を書くというなら、ここや志村の連中だけは助けてやってもいい。ナミ、お前は俺の仲間か、それともあの海賊どもの仲間か？そんな、ルフィたちの仲間だといえば全員が殺されて、アーロンの仲間だといえばみんな助かる。私の一言でみんなが、でも私は助けてくれると言ったあいつらの言葉を疑いたくない。ごめんみんな、私と一緒に死んで。ところで貴様らの運命は微塵も変わりゃしない。これで足場は固まったな。ぼちぼちアーロンをぶっ飛ばしに行こうぜ。フェルメールがナッちゃんをかばって死んでから8年、ついにここまで来た。アーロン、ナッちゃんは俺たちを救うためにずっと一人で戦ってきたんだ。これ以上背負わせることはできない。村人全員いつでも戦う覚悟はあったんだ。やるぞ。おお、今度は俺たちがなっちゃんのために戦うんだ。勝てなくても俺たちの意地を見せてやる。見てて、ベルメルさん、私必ず村のみんなを自由にしてみせるから。ここの水路はスイッチが3つあるの。全部壊さないと中にも入れないわよ。俺たちが敵を雑魚どもを食い止める。この間に何とかしよう。ダメ、敵をぶち殺せ。おう、任せろ。まずスイッチがある場所の門を開けなきゃ。
つまがり三刀流奥義三世界アーロンさんのとこには行かせねえぞ奥義三世界ここは俺たちで守っておくな。なんで勝てねえんだ。刀三本のお前が刀六本の俺にかなうわけねえのに。そいつは大きな計算違いだな。三本でも俺とお前の剣の一本の重みは同じじゃねえよ。重みだ。こう見えても俺の剣は一本300キロ。お前ら人間の剣より重量感はたっぷりなのだ。この野郎、バカには返す言葉もねえよ。悪いが、てめえは眼中にねえ。アーロンってのはドイツだ。アーロンってのは俺の名だが。俺はルフィ。そうか、ルフィ。てめえは何だ。海賊。海賊が俺に何の用だ。てめえは一体。うちの航海士を泣かすなよ。俺はお前をぶっ飛ばしに来たんだ。おざき、加藤氏。三刀流とてめえらて生まれた瞬間からすでに次元が違うんだよ。もういい、モザイクはなしだ。三刀流奥義三世界。この感覚を待って。三刀流ゴムゴムのキャノンボンドフォー。やっとあいつを助ける方法が分かった。こんな部屋があるからいけねえんだ。痛くもねえあいつの居場所なんて俺が全部ぶっ壊してやる。次乗るなんで
加藤種族は、ゴムゴムの炎、うわっ、うわっ、かかったけど、やっとみんな自由になれた。